はい、皆さんこんにちは、せんちゃんです。今回は鎌倉に来ています。今から小町通りに行って食べ歩きをしていきたいと思います。鎌倉揚げを買ってきました。早速いただきます。すごいチーズがめちゃめちゃワオ。もう香りもめっちゃチーズの香り。こちらはタコ、湯気がすごい出てるんですよ。ではいただきます。あ、美味しい。お次はこちら、小腹が空いてる時にちょうどいいです。これこのままもらえる感じですか？あ、そうですね、はい、そうなんですね。じゃあこれからのプチプチが入ってます。あ、はい、ありがとうございます。このままもらえるんですよ。すごい素敵。持ち帰り用のこのプチプチをいただきました。プチプチがいただきます。結構固めです。プリンというよりはチーズケーキのような。うん、はい、小町通りを歩いております。今鶴岡八幡宮に行ってきました。神社内は撮影ができないので、私がねしっかりお参りしてきましたので安心してください。はい、今から鎌倉駅に向かいます。はい、じゃあ今から江ノ電で、由比ガ浜に向かいたいと思います。行ってきます。すごい素敵だわ。
わいい。サハラおいで、おいでこれ。サハラって言うんですか。サハラ、おいで、おいで。男の子と女の子どっち。女の子なんです。かわいい。じゃあここワンちゃん OK の。OK です。OK なんですね。はい、かわいいね。デイジーズカフェさんに行ってきました。すごく美味しかった。最初にね、おすすめなんですかって聞いたら、もう全部おすすめということでね、本当にね、自信作、そしてその言葉の通り本当に美味しかった。ジャズミンズライスっていうのを食べたんですけど、これがめちゃめちゃうまい。ぜひぜひね、皆さん食べていただきたい。で、私の動画を見てくれてる人は結構多分ライダーさんが多いと思うので、ちょっと駐車場を探しに今行っています。由比ガ浜の駐輪場っていうのがあるみたいで、そちらに無料で止めれる。ちょっとそこを目指していきます。発見しました。はい、こちらがね、駐輪場ということでかなり広いです、うん、ただ砂地、ちょっと砂地になっているので、バイクはね、転ばないか心配です。自転車だったら楽勝だと思います。ちょっとね、コンクリートの部分もありつつ、砂もありつつといった感じですね。こちら側にも出入り口があったんですけど、ここの間隔は結構まあ狭めは狭め、テクニックが必要ですね。はい、雨がね、降ってきました。はい、まさかの雨。今日はそんな雨予報ではなかったんですけど、雨ですね。はい、由比ガ浜に到着しました。ちょっと天気は悪いけどもでね、今日はね、あるものを持ってきました。こちらはエンディアルエアー。これはいわゆる AR グラスというもので、 AR グラスとは現実のものや場所にデジタル情報を重ねて表示するデバイスです。つまりこのグラスをかけると目の前に映像が映し出されます。まさにポケットサイズの持ち運べる IMAX シアター。動画鑑賞にぴったりで、持ち運びもできるので場所を問わずに最大201インチの大スクリーンで動画などを見ることができます。これね、デザインもめちゃめちゃかっこよくて、ぱっと見ね、普通のサングラスにしか見えないようなデザインとなっております。しかもね、スタイリッシュで軽いので、こんな感じでね、すごくね、かけ心地も快適です。似合ってるかしらでもなんかすごい、なんかセレブ感が出ますね。かなりセレブ感。今回はね、ここで海外の海気分を味わいたいと思いますここはね、今ね、由比ガ浜なんですけど、このスクリーンに海外の海の映像をね、流していきたいと思います。まあ、ある意味現実逃避でございます。まずはこちらのコードにてスマホと接続します。こちらはタイプ C の USB ケーブルになっております。こちらの曲がった方をグラスにつけて、こちらはスマートフォンにつけます、はい、こちら今回 Android に接続します。こうするとね、アプリがね、自動で立ち上がります。ここからはですね、こちらのスマートフォンのアプリの方で操作をしていきます。こちらね、 MR モードとエアキャスティングっていうモードがあるんですけど、今日使うのはこちらの MR モードを使っていきます。ちなみにこちらのエアキャスティングっていうのは、スマホの画面を目の前にポンと出すようなモードですね。ではこちら MR モードにします。そうするとこちらはグラスに映ってる画面をコントロールすることができるタッチパネルになっております。これがね、実際に見えてる映像なんですけど、もうとにかく近未来感がすごい。しかもこの MR モードではマルチタスクも可能で、例えばここに YouTube の画面を置いて、そしてここに Twitter の画面を置くなんてこともね、できちゃうんです。ここにスピーカーがついてるので、イヤホンなしで動画を楽しめます。ちなみにこの MR モードは Android の Nebula 対応機種のみ使用可能なので、そこだけ注意してください。 iOS と Nebula 対応機種以外はストリーミングボックスを使用することで、ミラーリング機能、つまりスマホの画面を映し出す機能は使えるようです。はい、じゃあ今から海外の海の映像を流していきたいと思います。まずはここに映像を置きまして、こんな感じで大きさの調整もできます。位置も変えることができるので、とても便利ですね。すごいですね、大画面の臨場感、迫力があります。すごいすごい、ここら辺にこう映像があるような感じです。すごい近未来です。今見てみたらかなりね、画質が良くて、でやっぱりね、スクリーンがとっても大きいので、すごい迫力、そしてね、あの鮮明に海外の海を思い出すことができましたこれはね、面白いよ、うん、めちゃめちゃ近未来的。そしてね、さらに嬉しいのが、この AR グラスはですね、低ブルーライト、フリッカーフリーなので、なるべく目が疲れない仕様となっております。だからね、動画とかもね、結構見やすいですよね。今回は旅先の海に持ってきましたが、どんな場所にも持っていくことができます。例えばキャンプの時とか、旅先のホテルとか、いろんな場所で使えるので、ぜひ自分好みの使い方を見つけてみてください。ちなみにケースはこんな感じで、かなりコンパクトでした。いや、本当に今日はね、いい現実逃避になりました、うん、なかなかないよ、こういう機会
YouTube で NDR Air の特別動画が期間限定で公開されているので、ぜひそちらも見てみてください。詳細についてのリンクは動画概要欄に載せておきますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。せんちゃんでした。バイバイ。